はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト 3K ミックス IC 続けやっていきたいと思います。今回この宝箱だね。まあなんかいるんかなと思うけど、金字のバンダナでいいのかな。もうこれいらないな。あ、違う、どこはともなく不気味な声が聞こえる。神聖なるピラミッドを汚せし者は誰だ。我らを操り苦しめる者は誰だ。なんだ、剣のムクロ。これはちょっと強い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 、雑魚キャラだよね。レベル9って、なんか強いんだけど、絶対攻撃だよ。あ、おー、ちょっと待て、なんだ500って。え、スクルト使ったよね。ちょっと待て、強い。なにこいつ、無かな。そうだ、あー無効化か。あー、パスで真左です。体系するときは800。え、これ全部入ってんじゃないだろうな。ちょっと待て、世界樹の葉、そう。いかなくないけどきついよね。あ、違う、マヒラでやろうとした。あれ、あ、いいのよ。うわ、シーザーだ。あんまり意味ない。違うからのがいいかな。ハグレメタルの方がいいかもしれない。お前、ボッコさん、はないけどやばいな。復活の杖、あ、初めてだね。いやー、これは全部、ぜひとも全部開けたいんですけどね。
半分開けたら戻ってセーブかな。何それ完全回復って。そんな救済措置があるの？いやなんか今回ここだけで動画終わりそうじゃね。百鬼王ってのがいるんですよ。ああこれだけかな。違うのいないのかな。何やか楽しみですよね。これより強いだろうな、あの一番上にいるやつ。なんか通常のやばいよね、これね。瀬戸のアンク、ドラケテンジャイン。攻撃力が上がるって。191。だって聖なる守りとかにしないとだってダメでしょこれ。これも上がるんだ。900いくつってこれ意味わかんない。やっと半分ですけど、なんかこれで今回終わるんですけど、ね、これ全部取ったら取らないと無理だろうな。どっちだと思います？ここなのか、あのアスラームにいたやつなのか。この後ゾーマクリムゾンだったんだろうな。でもそんなでもなかったもんね。頑張ればいけそうな。あれだよね、さばきで瀬戸のアンクとか、なんかいろいろバステトのアンクとか、なんかそんなの。シーザー強くなった。回復措置があるけど、ゴスペルリング装備して上がってくれば関係ないからね。マジかよ。復活にしとってから広告料よかったかな。なんだよ、回復じゃないのか。まあしょうがないな、それ。半分でも何でもなかったね。復活にし2つ持っていった方がいいのかなって感じはするんですけど、賢さ上げて
天地崩壊。これなんか魔人斬りみたいな感じなのか。いやーでも修行だねこれはね。全部開けるので1個動画使うよ。もう今回カットしないでさやろうか。いつもだったら早送りとかカットしますとかなんだけど、まあ、裏作業でこんなことやってますんでっていうのが分かるよね、ここに来てね。まあ、めんどくさかったら飛ばしていいんで、何が入ってるかはね、やっぱ戦った後に楽しみってものがあるからね。いや、もう慣れたもんだね。やっと半分か。復活の石あったな。あれ1個しか手に入んないはずなんだけどね。だから復活の石ここに持ってきて、今の開けたら2個になるってことだよ。お金かよ。全部開けたら違うの出てこないだろうな。めげるなめげるな。まあこれ収録してるときうちの妻も仕事してるからね、私もこうやって頑張んないといけないからね。妻が仕事してるのに旦那はゲーム実況やって頑張ってるっていうね。まあありでしょ。あ、違う。1000ダメージってもんな。シーザーがなんか結構食らうね。案外紙なんだよな。ああ、武神の腕輪か。なんか隣、あれじゃね？魔力の腕輪。あ、違うか。不審の腕当てて拾えんだけど、これ。あ、今ので半分なの？ちょ、真面目に全部これなんだね。じゃあ、こいつら束ねるの100キロかな。アスラームに、ね。次そっちだろうな。あの、上にいるやつ多分一番強いよね。だってこれ、こんなに大量に出てくるやつが大したことないように見えるからね。マヒャデドスが、あの、2000ぐらいじゃないですか。だけど、ボッコさんにバイキルトかけて攻撃したらさ、あの、同じぐらいダメージ出るからね。敵がゾーマより強い、強いよ。あ、3400ってなんだろう、あれ中途半端な。全部開けたら何かあるかな。
さすがにそんなんないか。いやー大変ですね。これはもう一回戦ったら出ましょうね。いざとなったらさ、はぐれメタルレベル99まで上げてやるしかないよ。雫あんのか。ベホマズンだもんね、こいつ。簡易ベホマズンだな。一番やばいやつに使えばいいんだ、これは。あと何個？あと3つ？何が入ってんのかな、楽しみだな。楽しみですね。あ、そうだ、さ、なんかさ、自分たまにさ、ちょくちょくなんか言うじゃないですか。なんかこんなことあったんですよ、みたいなさ、ちょっと愚痴っぽいとこあるでしょ。でね、あまりにもね、なんかね、あまりにも、もう限界突破すると、今こうやってほのめかしてるけども中身も喋る気なくなるってわかる。家を救うために建て替えたお金を猫ババされたってわかる、身内に。もう笑うしかないよ本当に。もうなんだろうね、腹渡逃げ繰り返りすぎて、体ガクガク震えて、過呼吸を起こして、もう頭ズキンズキンするぐらい頭きたからね。要は1ヶ月一生懸命もう頑張った給料をね、持っていかれて入ってきませんって言われて、入ってきません。だけど、支払い2倍請求されるってわかる。それを食らったからね、しかも病気なのに。病気で薬飲まないと自分やばいのに、ね、実の身内にそれやられたからね。自分にもし何かあったらこれ遺書だと思ってくださいね、マジで。まあ遺書だっていうようなことはね、自分からはやんないけど、もし何かあってね、助かりませんでしたって言ったらね、こういうこと言ってたなって、ね、世に広めてくださいね、これ見てる方。多分私の投稿がピタッと止まったら私に何かあったってことなんで、ここね、8年ぐらい、ほぼ毎日動画出してますんで、1回2ヶ月休んだけど、ね、休むときはちょっと休みますって言うけど、まあ、滅多にないんで、自分。本当によっぽどな理由だからね、動画休むって言ったら。だからこうやってさ、同じ戦闘ずっと繰り返してるじゃん。だから多分飛ばしてると思うんですよ。ほとんどの方。だから、あえてこういう話してるっていうのもあるけどね。普通に流してったら、まあ私のことがわかるみたいなね。まあ今回はね、まあ最後の冒頭で。ガイアどうの戦士最強か、これ。
左だけ切らんなんだ。はい、ラストです。いや本当に20分かかったわ。自分裏作業でこんなことやってますね。はい、カットしますって さらっとね、自分これ全部パカって開けるじゃん。何入ってましたってやってるの。これ裏でこんなことやってますからね。まあ睡眠用動画みたいな感じになったけど、まあ、普通にパートに混ぜてきますんで、これはね。いや楽しみですね。あと2体か。どっちだ、100キロの方が強いのかな。あ、ボコさんが MP ないじゃん。うわ、マヘデです。あ、ギリじゃん。ソフィー全部使うな。まあどっちも1回戻らないとダメなの。でもいいもん入ったよね。瀬戸のアンクっていいよね。それをボッコさん、あ、でも聖なる守りないと変なの食らっちゃうよね。あー、復活の石は拾ってくればいいから。あーでもこれどうなんだろうな。まあアンゴラのところ行ったら持ってんだけど、一個ぐらい持ってた方がいいかな。はい、ラスト。お金かよ。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。あ、なんだけど待て、まあ、ちょっとセーブして、いやセーブするんだけど、レベル99まで上げた方がいいかな。シーザーが1回外れてたからね。はいはいはい、行こうか。いやーしかしやばいね。もう十分に強い。天地雷鳴して早いのか。いや99まで上がった思わなかったね。別にレベル上げしてないからね。普通に進んで99上がっちゃったんだからね。いやでもそう考えるとバランスいいよね。この採石場の下にさ、復活の石ただであるのよ。ただそれ持ったまま多分宝箱開けたら2個になるよ。だから2回チャンスはあったってことだよね。だからそうしないときついんかな。これを持って次回ちょっと強いやつ挑んでみようかなと思うんだけど、多分やられるよね。またここ来なくちゃないよね。ここ来るだけの価値はあるよね。だってやられたらさ、もうオートで生き返るからね。あれ99個持ってたらもう勝ちだよね。メガザルの出はみたいな感じだもんね。メガザルの腕つかザオリクの腕だね、これね。1個しか手に入んないから。だからこれ持って宝箱開けたら2個になるね。じゃないと2個絶対手に入んないから、ね。あそこは本当は本来だったら開けるべきではないんかもわかんないけど。これゴスペルリング装備してから敵出てこないじゃん。いや、いいね。そうだからゴスペルリングか。そうだ。レベル上げながら戻ろうと思ったのに。でも事故るからね。そっか、マヒアデドスがあるのか、ね、これ道覚えておいてくださいね。もしやるんであれば。久しぶりにやると忘れてたね。自分ここ攻略してた時、ちょっと前のパートですけど。ね、もう一回行ったらもう道覚えるからね。ただ、自分道路とかって道覚えられないんですよ。なんでだろうね。苦手なんかな。なんか運転がもう苦でしょうがないのね。あの、15分通勤とか嫌だもん。5分でも嫌だもん。で本当に、給料安くてもいいから、もう近くのとこで働きたいもん。贅沢言えば、社会保険がついてればいいかなっていうね。だってそんぐらい稼げるじゃん、普通に。でしょ？はい。ということで、なんか一瞬で終わったな。次回は、サラムかな。はい、
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。